ハーケンハーケンは、登山道具の一つ。針状になっており、岩壁の割れ目に打ち込んで使用する。ドイツ語由来である。1990年現在ではフランス語由来の、ピトンと呼ばれることも多くなり、また、ペグと呼ばれることもある。ラープガンの割れ目は、自然の造形物であり、大きさも形状も、多種多様であるから、多種多様な製品が販売されている。 薄くて浅いクラック用の薄くて、クロムモリブデンコーでできた製品をラープ、手足が入るほど大きいクラック用のジュラルミン製で、大型の製品をボンボンと呼ぶことがある。原始的なハーケンは額縁をかける L 字の針状であり、未だカラビナは発明されていなかったため、カラビナを通す穴はなかった。L 字型の折れ曲がった部分を上に向けて、 そこにクライミングロープをただかけるだけで使っていたようで、あるが、これだけでは、危険なためロープをかけてから、L 字型の角を下から叩き曲げて、ロープを巻き込んだようにしたこともある。やがて頭部に穴を開けて、細い紐を通して、とし、体につけたロープをほどいてこの輪に通すようになり、また紐の輪の代わりに、金属製の丸カンをつけた、リングハーケンが製造されるようになった。さらには、 ハンス・フィーヒトルが頭部に大きく固定的な穴を持つフィーヒトルハーケンを開発し時代と共に紹介料はされつつもこれが現在でも使用されているハンス・フィーヒトルの山岳仲間であったオットー・ヘルツオークは消防署員がカラビナを使用しているのを偶然見かけて登山用に使うことを思いついて実際の登範に使える要介料また山岳仲間のハンス・デュルファーも デュルファージッツと呼ばれるクライミングロープによる懸垂加工法を考え出し、カラビナやロープの進歩と相まってハーケンの効果が発揮されるようになった。しかしハーケンやカラビナを使用することを拒否した者もいて、特にパウルプロイスは突然襲いかかってくる危険に際してのみ、その使用が正当化されるとしていたが1913年に追試した。 心情こそ違いど親友だったハンス・デュルファーはその墓の前で子供のように泣いたという。1957年から1967年の間にイボン・シュイナードが種類やサイズを増やしほぼ網羅した。1960年にはラープと呼ばれる実用限界ギリギリに薄いハーケンが開発された。これは通常のハーケンでは打ち込めないほど細くて浅い。 岩壁の割れ目が多いヨセミテカットピナクル、性壁発投範のために開発され、必要な強度を確保するため、クロムモリブデン構成である。ウィリー・ベルツェンバッハは、氷に打ち込むためのアイスハーケーを考案した。平型で先端が鋭く尖り、抜け帽子に刻みがついて、カラビナ装着用に缶がついている、リングハーケンの一種である。1924年7月に自らグロース。 ビスバフハホルン北西壁当班に持ち込んで実用し、特に上部の氷によるオーバーハング部分で有効であったという。その後も次々に北壁に挑戦。その実用性が証明され、以後標壁や北壁の当班が盛んになった。1938年のアイガー北壁発動でも有効に使用されたが、この時には V 字アングル型になっており、ベルセンバフハ型と比較して、 格段に強度が上がっていた。1939年には、ミュンヘンで1913年に開店したスポーツ店、シュスターにより、リング型ハーケンの一種で断面が弓形に湾曲したユンゲルアイスハーケンが発明された。1936年頃にはイタリアで、パイプ型ハーケンが作られ、第二次世界大戦後に何箇所か、 縦にスリットの開いた特徴的なパイプ型ハーケンが圧ー方ーにより売り出された。これは1950年に通した、水野翔太郎が1951年日本に持ち帰っている。1960年代にはオーストリアのスチュバイが直径 6mm 程度の鉄製丸棒の先端を螺旋状にした筒型スクリュー式アイスハーケンを開発。 硬い氷の場合は、従前のハーケンを打ち込むと砕けてしまうことがあったが、その悩みを解決した。特に、日本では、氷壁倒範の多くを氷爆倒範が占めるため多く、使われている。ありがとうございます。